シャーウッド・アンダーソンはアメリカの作家。アメリカ的な土着性とヨーロッパ的モダニズムとの複合を試みたアンダーソンの作品がアメリカ文学史上に占める位置は大きく、信仰のあった作家のウィリアム・フォークナーは彼について我々の世代のあらゆる作家の父親であるといった発言をしている。なお彼の文章スタイルの影響を受けた作家としては前述のフォークナーの他に アーネスト・ヘミングウェイ、ジョン・スタイン・ベック、トーマス・ウルフ、レイモンド・カーバーなどの名が挙げられる。1876年オハイオ州キャムデンに生まれる。高校を中退後、1年余りの軍隊生活を経た、後、様々な職種を転々とした。1908年、塗装会社を設立して、事業を始めるが、1912年11月、執務中に突然会社から姿を消し、 4日後に、朦朧状態で発見されるという謎の失踪事件を起こす。翌年、妻子を置いて単身シカゴに移ったアンダーソンは、セオドア・ドライサーらの地偶を得て、執筆活動を開始。1919年、オハイオ州の小さな田舎町を舞台にした短編集、ワインズバーグ・オハイオが評判を呼び、一躍有名作家となった。その後も、私生活では結婚。 離婚を繰り返しながら、卵の勝利、黒い笑いなど数々の優れた短編集を発表し続けたが、1941年、南アメリカへの旅行中、腹膜炎にかかって死亡。64歳没。ありがとうございます。